日南市でもプレミアム付き商品券が7月15日から市内6カ所で2万3000冊が販売されました。1冊あたり1万2000円分の買い物ができる商品券を1万円で購入できることで、各販売所では多くの市民が販売の開始を待っていました。午前9時半から販売させていただきます。よろしくお願いいたします。予定よりも30分早く午前9時半に各販売所で販売が開始されました。7時半ですね。商品券の使い道について、まあ毎日日常生活に今日食べる食料品ですね。車使ってますから、ガソリン代とか、そういうものですね。食品を買いたいです、はい、事務局となっている日南商工会議所では、商品券を多くの人に購入できる機会を作るために、7月18日土曜日まで4日間に分けて数量を限定して販売しています。早速商品券で買い物をする姿も見られました。購入した人の声を聞いてみました。景気を良くするためにやっぱりこういった手立ても大変いい村おこしとか地域おこしになるんじゃないかなって僕は思いますね。商品券を使う際には購入できる商品が限られていることや、お釣りが出ないなどの制限があります。またはこんな声も聞きましたけど、でも枚数が少ないからそれこそもっと早く並ばなきゃいけないですね。でも1回登録も買ったら4万買ったらあとは買えないって今言われましたので、だからもう今日4万買ったら8月の月も買えないってことですね。だからもう次は主人を引っ張ってきます対応が良くないですね、このやり方は。整理券で市役所で交換してただお金と買えるだけの、そういうやり方しないと、このやり方は良くないです。ちょっと勤めの人は買えないですわ、欲しくても。結局は都市のもんばっかりやわ。このやり方はやっぱりダメよな。みんなの税金やから。みんなに行き渡るようにせないと。現在、506店舗の加盟店で利用可能で、2016年の1月16日まで使います。プレミアム付き商品券は次回8月18日火曜日から1万5000冊が販売されることになっています。